どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。時計好き動画の、まあ、関連なんですけど、関連っていうかもうそのネクストステージ、なんとオリジナルで腕時計を作れることになりました。ありがとうございます。時計をいつか作りたいなと思ってたんですね。でそういうのをちょくちょくあの動画でも話してたと思うんですけど、本当にあのやっぱり言ってみるもんだなと思って、再生数別に言ってないんですけど、なんか見てほしい人が見てくれてるんだなと思って、この前あのアンダー10万円でおすすめの腕時計3選っていう動画をアップしたんですけど、なんかその中で1個おすすめしたブランドがありました。それがあのバーグウォッチさんっていうあの日本のブランドなんですけど、なんとバーグウォッチの中の人たちがあの動画を見てくれて、かつあの左利きのエレン読んでたんですよ。なんかそういうあの奇跡に恵まれて、あの作りましょうと、 AK5×バーグウォッチ、やりましょうと、お誘いいただきました。本当にありがとうございます。なのでちょっとあの今からあのバーグウォッチさん行きます。そんであのまあ、あのお店行くのは初めてなんで、あの改めてその実物の時計見せてもらいながら、どんな時計が、まあ、左利きのエレンの世界観に合うかっていうのをちょっと一緒に相談していきたいと思いますので、であと、まあ、これまあついでっちゃついでなんですけど、あのマネージャーさんにその時計をプレゼントするのが趣味で趣味というか、あの今まであの、今4代目のマネージャーなんですけど、まあ、あのいい機会なんで。バーグウォッチさんでなんか選んであげようかなと思ってます。よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。時計の何がいいって、金属なんでもう残るんですよ。100年前の時計とかもあるし、うん、それって時計ぐらいしかなくて、ジュエリーはあれか溶かせばもう、そうなんですよ、ね、要はかお金になっちゃうけど、時計は溶かしよう、うん、溶かしにくいというか、まあ、デイレートのベルトぐらい、うん、プレジデントベルトがヴィンテージ最高なんですけど、大変なんで、うん、このぐらいで、このぐらいの価格で気楽にした方が、うん、人生のクオリティを考えると幸せだと思います、うん、バブルパックなんか日常使いできないですもん。ここはもう壊れたら治んないんで、うん、あ、そうなんですね。直せない方が多いで、みんな左手に時計するんでシャツが半分隠れるんで、うん、こっち側ばっか日焼けするんで、こっち側色薄くなってベゼルがあるんで、この辺も日当たんないんですよ。だからこの辺のシューもちょっと色濃くなって、あ、なるほど。だからシューと縦のグラデーション2発入れることで、なんかほんと自然に日焼けしたみたいな、これ見たかった。かっこいい。これのポイントとしては、要はセブンティーズのダイバーウォッチ、ベゼルわざと日焼けしてる感じで最初からグレーにしてて、ケースとかが傷つけてるんですよね。で、ここも普通ヘアラインでなんですけど、そこちょっと磨いて、ヘアラインが一部なくなってる、ゆらゆらしてるみたいな風に。親父の机から出てきたみたいな。まさに お父さんが子供に渡すぐらいのダイバーウォッチ、うんうん。めちゃくちゃいい。で普通この辺のダイバーやると針とか内側の線とか白でシルバーなんですけど、うん、我々はあのオールゴールドセブンティーズなんですけど、フィフティーズ入れることでもはや本物のフィフティーズだったらうちの時計とかちょっと迫力あるかもみたいなのまで持ってて、本物のドームフーボってマジで簡単に傷つきますよね。というかあれ、あと防水ダメになっちゃうし、プラだと風防だけですごい高いんだよね。だから70年代の UK の、うん、あの一番偉い人がつけた時計があるんですけど、それ で UK の針は全部このひし形針なんですけど、この針がついてるこの、うん、あのいい会社の時計は1000万ぐらいするんですけど、うん、1000万でありますね。なんかそもそもなんかオークションピースな印象なんですけど、なんか私の感覚だとフィフティーズとかのダイバーの方が大変で、あれはタイミング次第っていう感覚ですけど、だけどあれ買える値段じゃないんで、あんまり黒く IP メッキって、要はメッキした後にあのエイジングして剥げさせてるんですよね。そうすることですごく陰影が出て、なんか黒いロレックスなんてありえないんですけど、なんか逆に軽い感じ、
この黒のアレンジがめちゃくちゃいいなと思って。程よい感じですね、うん、単純に黒だけだとただの黒になっちゃうんですけど、うん、ちょっとはけさせてるのがうちのいいと思って、より強弱がつく。これが加工ですよね。もっと多分あれうちの時計初期に買ってる方は、うん、もっとエイジングされてたんですけど、どんどんちょっとライト気味にして、うん、そっち面白そうだけどね。それで、うん、この間レザーズデーってイベントがあって、うん、それに先行発売したモデルで、今年のクリスマス売っていこうと思ってるやつで、最高ベルトを作りたくて作っただけです。めちゃくちゃいいっすね。だけです。めちゃくちゃいいっすね。いいっすよね。うん、てかめちゃくちゃいいっすね。嬉しい。だから、あ、合いすぎてる。まあもちろん合わせて作ってると思う。あと本物の黒子なんですけど、うん、艶なしなんでちょっと、うん、あんまりえぐくないね。しかもこの なんていうタイプでしたっけ。このわかんないです。うち台座、うち台座、台座って呼びますよね。あの台座以外の呼び方、うん、一回調べたんだよな。あと ベース、うちで言うとベースかー台座って呼んで、うん、この形も本当は、うん、あの要は小さいサイズもあるんですけど、うん、パーツ共通で、ほらこれとこれ同じパーツなんですよ。へえ、本当だ。本当はこっちはでかくしようとしたんですけど、うん、でかく しようとしたらすごいダサくて、うん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 、なんか要はプロトタイプみたいなんだけど、これが結果一番いいバランス。なんかヴィンテージのこれだとなんかもうちょい行々しい、そうか、やぼったいというか、おじさん時計みたいになっちゃうんですけど、うん、これはライトなヴィンテージ、はいはいはい、だから要は軽やか洒落たヴィンテージ風時計みたいな、うん、だから抜いても使える。もちろんもちろん、うん、だから本当に台座なのよ、こういう、うん、これだと結構おじさんっぽくなっちゃう、逆に、うん、僕はおじさんなんで、あのこれでもつけれるし。ちゃんとどこだったんですか。引き出してもらって、すごいすごい来ました。あ、見たい。初期初、あれ楽しいっすよ、はい、楽しいっすよ。あれどこですか。これ、はい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 、これがさっきのやつね。これが今の量産で、これ初期、ほら全然エイジング違うでしょ。エイジングが全然違う。本当だ。でしかもケースもこっちが厚いです。本当だ。あの要はこれ最初は別にこれでかっこよかったんですけど、うん、薄い方がよりかっこいいんですよ、あの、うんうんうん、時計好きからすると。だからもう最高のケースの形にどんどんブラッシュアップした結果、こんな形になった上、エイジングをもともとこなしてたのがちょっとライト目で、なんかこれはこれでいいんですけど、ね、ちょっとやぼったく見えるというか、こっちの方がよりクリーンなヴィンテージ、うん、はい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 、こっちも良さがあるけど、そうなんです、うん、けど今我々としてはこっちの方が気分というか、うん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 、これの方がいいと思ってるんで、こっちを今提案してる感じです。だからお客さん自身で自分でなんかヤスリとかで削ればこうなります。あ、なるほどね、はい、あの簡単に考えると、はいはいはい、そうそう、それできちゃうのもなんかこの価格帯ならではですね。そうです。このモデルはクォーツなんでやっちゃっても大丈夫、うんうん、最悪失敗してもうちでケース交換は多分 5,6 千円ではできる。マジですか。また新品に戻します。すげえ。え、この加工いいな。いいっすよ、うん、そう。だからあれなんですよ、あのシルバーの、うん、シルバーイブスと黒くなって、その後磨いて陰影出すんですけど、うん、こういう感じでこの下黒いじゃないですか、うん、これ普通に上がった状態で全部シルバーなんで、こんな陰影出ないんですよ。わざと腐食させてから陰影させるんですけど、それに似てるんですよ。わざと黒く塗って剥がしてるから、ちょっとシルバーっぽく、シルバーが腐食してる感じっぽくも見えるというか、だからすごく迫力出てる、この感じかっこいいな。いいっすよ。ブランドとしては25年前。あ、まあ、全然長いですね。だけど全然長いわ。これはなんかブランド再発信するタイミングで、うん、たくさんの人にバーゴッチしてもらうために作ったモデルです、うん、これめっちゃ売れたっすよね。これそうだから本当、うん、これで一発目で、うん、今うちで一番売れてるのはこれです。そうなんだ。僕てっきりエブリワンかな。あ、もうそれが今ナンバー2っすよ。あ、そうです。このビヨンビヨン伸びるのはこれ、マジであのうちの奥さんも気に入ってました。エレガントに見えてしかも楽ちんなんで、うん、女性は最高のアイテム。クリスマスプレゼント悩んでんだよねって、うん、時計渡したことなかったらこれ皆さん喜んでもらうと思う、うん、マジでいいと思う。これが当時のメンズサイズなんですけど、うん、これでも結構小さいんですよ。でレディサイズは普通にレディサイズ でだから女性でこのメンズサイズしてても可愛いっす、うん、なんだろう。確かにな。で今私してるのがこれソロイストさんとダブルネームなんですけど、あ、例のこれが このちっちゃい方のサイズなんですけど、うん、ベルト太いんですよ。ベルトこっち側、うん、
だからあの私がしててもそんなに華奢に見えないんだけど、だ本当にブレスレット感覚つけてるみたいな。うん、これのいいとこはこのね、これ憧れます、このニットとかシャツの上とか。だから本当ね、カジュアルおしゃれ時計、うん、またジャンルがちょっと違う感じ。ダイバーの方はまだ最悪うちじゃなくても作れるわけ、うちのが一番いいんですけど、うん、クッションってこのモデルクッションってんですけど、うん、とかはもう他社が多分作れない領域というか、もう職人芸だと思います。なんていうか、あの何気なくしてるんですけど、すごいビンテージっぽく見えるんですよ。それを積み重ねて、これマジでいいっすね。うちの知識がない限り到達できない、うん、もう本当に 嘘みたいな時計になっちゃうんですよ、普通の人ですけど、うんうんうん、このモデル、クッションモデルは本当に25年前から作ってるんですよ。だから本当にこのケースは多分25年間作り続けてるケースで、だから25年も作ってるやつにこれから作っても叶いっこないと思って、私が小3ぐらいからあの、うん、今おいくつですか？今36。おいくつですか？39です。まだ若いのに、そもそもなんでヴィンテージそんなに詳しいんですか？仕事だから詳しいんですか？だけど私もともと古着が好きで、はいはい、時計なんて全く知識ないようなもんですよ、私は。古着の知識と比べたら古着がすげえ好きだ。そうなんだ。高すぎるものはあんま好きじゃないんで、あのナイキーズとか2000年とかが今面白いという、いかに見られてなくていいものを先に見つけて買うかみたいなのが楽しいですね。へ、コンシディエレってうちがシルバーで、え、ちょっと待って、この付け方めっちゃいいっすね。そう、これダブルネームでコンシディエレって、ダブルネームで本当に作ったんですね。そう、コンシディエレってあの恵比寿にあるシルバー屋さんがあるんですけど、そことダブルネームで作ってて、そこの指輪です。これこんな刻印が入っててエラー立体的になってて、ここ貫通しててとかっていう指輪が多分この世に存在しないと思うんですよね。すごい作り込み、本当に最高で、これはドックステートって上野の方にあるシルバー屋さん。こういうの好きな人は作んないと、やっぱり素材の扱いがやっぱり運抜いてますよね。センスで生きてるみたいな。でも本当に感じますね。要は、うん、ヴィンテージっていっぱいあるんですよ、うん、でハッピーさんはすごい見られてるから、そのいいとこを多分チョイスしてると思うんですけど、でも ヴィンテージって多分 1% か 0.5% ぐらいしかいいのないんですよ、あの、うん、シャレた。すっげえわかります。あの古ければいいわけじゃないっていう、かなりいいのないですよね。あの、私もおすすめどれって言われると、もうおすすめあるんですけど、うん、3個とかです。だからもうこれ買っていけば間違いない、うん、この私の古着ドックみたいな感覚で90年代におすすめがあって、もう毎回伝えるんですけど、それを買っていけば間違いないっていうのが。ちなみに知りたいです、それあの後で。あとで、はい。なんかそういう感じで、私はもう真のものの価値を見て安いものを買うというか、だからディーバイス超好きなんですよ、うん、もう最高っす。あのこの企業の企業で一番好きなの多分リーバイスなんですよ、うん、今でダブル X とかかっこいいですよ、別に分かるんですよ、うん、けど今一番好きなのは 90s の550っていうのがあって、550の中でも、うん、ノーマルとテーパードってモデルがあって、うん、そのテーパードが最高です。でそれのデッドストックとかをアメリカから自分で買って、それはだからまだ そんなに上がり始めてますけど、あ、すげえっす。勉強になる。そこまで来てないけどいいみたいなの先に来て、ぜひ勉強したいな。俺とかは価値が確定した後に買ったりするから、高いものを買わなきゃいけなくなる。そういうのそういうのでいいんですけど、私はあのなんか天の弱という感じあんまり、だけどもっと自分の価値がなんか自分に自信がある意味だけ変えないというか、自分がいいと思ってからこれ着てるよみたいな感じ。説得力につながってますよね。うちの時計は最高ですよ。あの私嘘つけないタイプなんで、あのもし悪かったらあんまおすすめできないですけども、要は10万円以内で、10万円以内で買うならうちの時計100%、30万円以内でももしかしたらうちの時計が一番いいかもしれないぐらいですね。もし50出せるんだったら私に相談してくれればいろいろ提案できる。マジでいいよこれ。だからそう、これもいいんですけど、うん、結構使わなきゃいけないんですよ。まあまあそうっすね。これはぶっ壊れたところでうちに持ってきてくれれば何でも直す。ガラス変えると3000円っすよ。え、3000円で新品っすよ。
これ手巻きっすか、オートマ、これ手巻きっす、ね、ですよね、薄いから、うん、それだからそれはそれでいいっすよね、手巻きの薄さがあって、うん、うちはオートマがちょっと熱いんで手巻きでナトウっていうのがいいっすね、ナトウ入るね、これのナトウ使えるんだ、ナトウこれ多分20入れてますよね、無理やり、あ、いやこれね作ったんですよ、ナトウね、19のナトウって存在してないです、あ、ないですよね、これオーダーしたんです、なかなか渋いっすね、うん、だからないっす、あの要はあの革だからできるとか、テープだと偶数しかないです、20、18、だからこれには18を入れる、50sのサブにジェームス・ボンドは18ミリつけてる、だから考え方次第です、あのどう捉えるか、まあねまあね、私はこれ18でいいと思う、うん、これはもうピタッていったから、あのそれはそれでもちろんピタッといった方がいいに決まってるんですけど、うん、ライドンでいくと18です、なるほどね、はい、そうか、大丈夫です、もしライドンの仕方はちびちゃんとあるんで、 ありがとうございます、安心してくれる時計に関しては大丈夫です、実用で言ったらやっぱり、まあ、現行では変わらないよね、いやいや最高ですけど、うん、ちょっとこの辺、まあ、この辺もちろんこの辺のチュードル私も好きっすよ、裏蓋もかっこいいし、多分ねすげえ可愛い裏蓋ついてるはずです、私も分かります、そうでしょうそうでしょう、これこれいい、いい裏蓋っすよ、あ、そうなんだ俺自分が分かってなかった、ほらこれ薄くするためにわざわざ水掘って、で1個ヘコにしてロレックスオイスター開けれるギザギザ入れてるんですよ、こんなかっこいい裏蓋、よくわかりましたね、うん、なんかいや普通にその知識はないけど、そのみんな時ないじゃないですか、このピタッてしたら、そうだからピタッとさせるためにギザギザをヘコの内側に持ってくるんだ、そうなんだ、かっこいい、いいこと聞いた、なんか余計好きになった、この時いいですよだから、うん、もうちょっと新しいとこんな面倒くさいことしなくて普通にオイスターっぽい裏みたいになります、うん、そうですよね、え、今村さんはどれがいいと、もうなんかそう時計を知らない人からするとどれ気になる、はい、うちの時計はそのだから好きな方が見て楽しいし、うん、知らなくてもなんか欲しいなみたいな人がフィーリングで買っても楽しんでもらえるように、でなんかいいなと思ったら調べると思うんですよ、その後に、うん、また徐々に分かってくる楽しさがあると思うので、角型のかっこよかったです、うん、そう普通だからあのキャタピラモチーフにしてる時計が、はいはいはい、例のね、まあ縦長なんですけど、うん、スクエア型が超レアで、うん、あんまないんですけど、うん、それをサンプリングして作ってるんで、てか本当にこのレザーめっちゃいいっすね、そうこれはこれやばいっすね、あれ、うん、オーストリッチ、ダチョウっす、うんうん、ダチョウの羽を抜いた跡がこんな、うん、なんて、なんとかなんとかって言うんですかね、なんか粒々、粒々が、はい、ダチョウの毛を抜いた後です、レザーこれいい、マジで嬉しいです、これまだ売ってないんで楽しみ、これ我々のクリスマス更新の、うん、動画に出すのは全然大丈夫ですか、あれ、あれ顔取れば買います、ここに来てくれれば、 あ、そうなんだ、商品はあるんで、単純に、はいはいはい、あの売り始めをそのぐらいしようかなみたいな、別に欲しければ売れます、え、買ってっていいですか、全然大丈夫です、いくらですか、ベルトが黒子がセットで2万5000円で、え、マジで、なんか時計が多分5万円ぐらいなんで、うん、なんか7万、8万とか、マジで、え、買えますけど、いやこれに乗るなと思って、大丈夫です、いけます、ね、これ19なんで、これ19なんで、これにこれできます、ぴったりですね、完璧ですね、え、これ買って、なんかつけてもらったりできます、全然やります、ちょっとこれ後でつけます、普通に買い物買い物動画になっちゃってるけど、今村さんどれがいい？これですね。うん、かっこいい。じゃあこれ買ってあげるよ。やばい。いいの？私も買ってもらいたい。いいんすか？やったー。ありがとうございます。じゃあ打ち合わせしますか。はい、キャラクター的に多分その要はグラフィティアーティストなので、多分用途としてはフィールドウォッチなのかな。そうすると、まあ、フィールドウォッチ の、 その文脈に合わせてそのナットもつけれるみたいな、あとシンプルに多分革つけると多分その単価高くなるみたいな、多分全数じゃなくてもリミテッドであれつけてもいい、ああなるほどですね、あそれは要はうちが収めるときに別に全部にしてるところにつけてついてると思うし、うん、確かに確かに、ちなみになんかさっき話した時だったら文物の文脈でその黒文字盤に黒っていうのはどういう意図なんですか、だとない必要じゃない情報は市民生産のためにおさえる、ブランドネームとかいらないから、その市民装置の
なんか、でも分かる、今手で持ってみたら、ね、そのな、もう割り切って NATO にした方がいいのかもしれない。私も全然それあれです、ね、なんかエレンさんを考えると結構重いんですよね、ステンレス。確かに軽やかな方が、まさにこれというか、エクスプローラータイプで NATO してとかでも全然いいな。そうっすね、だからどっちかというとこっちが近いかもしれない。これがさっき言った18ミリですよ、19ミリ、うん、だから隙間分かんなくないですか。あ、本当だ。だからそのぐらい、全然全然そのぐらいだから全然ありです。あの、私はそのバランスがすごくいいと思って、うん、で黒くしてケースちょっと汚した感じにして、はいはい、脳内でやってみて、ここ真っ黒で、これでこの質感、これで、で文字盤黒で、でブランドロゴとかはもうなんか同色の黒で印刷して、今脳内でベルトも NATO の黒、黒じゃないやっぱり、うん、まあそれは本当最後全部、まあそうだね、全部やってみてる。確かに確かに、夜光だけ本当に白で見えてて、うん、これの印刷を黒くしたバージョンみたいな人も超面白いかもしれないです。この世で私が一番いい時計は IWC の軍門だと思って、これ要は IWC の軍門で、軍門だとこのバネ棒じゃなくてパイプなんですよ、うん、あの溶接されたやつですよね。軍サブとかもね、そうですよね。そうです、うん、だから逆に言うとおしゃれにつけられないですよ、ね、ステンレスベルトとかに変えれないんで、これも CWC だ、いいです。軍物も絶対沼っすよね沼っすよね。あ、渋いね。このやっぱさ、このさ楽しそうです。なんかいつもより楽しそう、うん、これはね、ザ・イギリスなんすよね。そうなんだ。ケースもだからもう超セブンティーズですね、この のペット一発で。ちなみにあのエレンってイギリスっていうクォーターの、うんうん、イギリスのクォーター、ね、それで言うとこれもボイスサイズのエクスプローラーってイギリス向けに作られた。あ、そうなんだ。へえ。なんかだから借りたいやつ借りてっていいんで、全部なんか何部でもで、こういう本とかもお貸し出しできるんで、なんか、あの、なんかせっかくなら、でも今選ぶの無理だと思うんで、はい、すごい好きだと思うから、一回インプットして、うん、そうっすね、なんかそうしたら無理っすよね、うん、一回、ありがとうございます、すげえちゃんとありがとうございます。インプットした上で、多分、一回勉強すれば知識なんてフラットなんで、一、うん、回勉強したら同じことになるんで、好きだからすぐ入っちゃった、うん、確かに、そのまま上でやったほうが、一回ちょっとインプットします。これってもうまさにあれですか、あの、軍サブと同世代のやつ。そうええー、軍褒めますやばいよ。実はいいと思う、うん、そうめちゃくちゃいい時計よ。え、だから今要はあのこういう感じじゃない レベルのものってことですよね、うんうん、合ってます。感覚としてはそういう感じ、すごいな、たまたま同じたまたまね、同じページなのうちも高いから持ってないです、あんまり軍物って、うん、あのだからとりあえずケースはやっぱこれがこっちがいいな、いいと思うんです、うん、なんか要はシンプルで情報量少ないんです、うん、そうだね、うん、そうだね、文字盤だね、ちょっと文字盤のイメージをちょっと膨らませます。文字盤そうだから何でもできちゃうからこそ大変だと思うんですよ、多分、うん、エレンさんストップウォッチ使わなそうっす、ね、そうなんだよ、カップラーメンとかそのまま食ってそうっす、ね、本当時間見れるだけみたいな、うんね、その方がキャラに合ってそうですね。服装邪魔しない感じでさらっとつけてる。結構これがそうそうそうこれがいいと思うんですよ、ね。なんか そもそもね、これ結構かなりいいですよ、ね。これ基準で考えたのはもちろん軍物でもいいんですけど、時計むずいっすね。どうすればいいんだろう。やってる人がむずいっていうのが相当むずいです。時計超むずいっすよ。あのうちの時計相当頑張ってますもん。なんかもう。サンプル自分自身がいいと思って作ってもダメだったりするんで、これとかも2年とかかかって作るの。だからこそケースがいいのは間違いないと思う。そうケースはね絶対これがいいと思って、うん、石型の針ってあの、ダイバー系にしか存在しないんですか。いやイギリス軍って全部石型なの、うん、あそうなんだ。ちょっと これもそうだしこれもそうですもん。あこれ違うわ。あこれあ、例がいた。ペンシル。そう言われてみるとね。これもそうじゃない。だからちょっと、ね、年代が新しくなってきて、この概念が細くなってるのかもしれないですね。
うわそこまで考えてなかったわ。超いいっす。そう、分かる人はもうこれ見たらあの群由来って分かるっていうのが渋いと思って、視認性がいいとされてたんでしょうね、その設計の、うん、海潜るときはもう思いっきりぶっとくしようとかそういうことでもないのかな。ちょっとあのそう言われてみると分かんないんですか。あるかもしれない。フィールドウォッチでこれは必要ないようなのかもしれないし、やってない感じがしますね、今見てると。だからこれ陸軍だからこっちなのかもしれない、うん、アメリカ。あ、でもちょっと寄、うん、りだね、そっち寄りだね。仕事よりいいよ、この針いいよ。楽しい。ちょっとだから新しく勉強しなきゃ。あ、でもあのだから結局そういうことなんて、自分も私そこまで掘ってなかったけど、ざっくりできてたんで、すいません、あの回答できない、今即答できないです。ちょっと俺も勉強します。ただ劇中のさ設定で言うとまたややこしくて、ラグジュアリーブランドが出してるストリートラインっていう設定でもあるんで、ね、となるとどっちかというとやっぱりこっちの方がラグジュアリーだから、うん、そっちの方がいいかもしれない。そうですね、それ超確かにややこしいですよ、毎回作る大変ですよ。どっちに踏んだよみたいな。 AK5 大変ですよ、はい、それはもう阿久津さんの力でとなるとやっぱりこれにこれを黒くしてダイヤルも黒くして、ダイヤルのデザインだけちょっと持って帰ってもらって決めてもらって、それを黒黒印刷して、あと夜光をどれだけ乗せるかみたいなバランスも考えてる。そうですね、ここでダメじゃないですか、うん、積み上げてきた。そう、それが今の話、うん、だけどまた変わっててもいいですよ。あ、もちろんもちろん、はい、だけど今日の流れだとそれが答えですね、うん、ありがとうございます。作る時計はこれで一段落して、はい、次は買う時計。あ、買います。え、顔映しちゃってるの？あ、僕もう全然やってます。あ、吹っ切れた。前ダメだったよね。前なんかいただきました。買います。まだ買ってないから、まだ支払ってないから、これを今から買います。よかったね、頑張ってきた甲斐があったね。これをつけて、あの、お、いい時計してるマネージャーだねっていう。もう1年以上、2年ぐらいそのやってもらってるから、なんかあげようと思ってて、で名刺入れか時計で考えてて、気に入ったのがあってよかった。よかったです。でこのベルトいいな、かっこいいです。でこのベルトだけあの、ああちゃちゃっす、あちゃっす、あちゃちゃっす。うわマジでよくない？いい感じでした。マジでいい、嬉しい。めっちゃよくないですか？いいね。ちょっとこんな感じで遊んじゃって、はい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 、遊んじゃって、クロコベルト、うん、モテるよこれ。うん、これなんかベルトお揃いになっちゃったね。なんかあのちょうど素材違いだから、ね、生き物違うんだね、うん。そうね。いいねいいね。こっちがカルティエさんで、これがあのマネージャーさんに買ってあげたやつで、シルバーのケースの素材的に。はいはいはい。あ、だからこれベルメイユですか？上もともと金の貼ってたってことですか？いや多分単純にシルバーだと思うんですよ。でこっちがステンレスなんですけど、当時ステンレス硬いからこんなソリッドに加工できないんですけど、うん、うちはそれをステンレスで再現してるんで、うん、要は21世紀の技術って感じです。さりげなくいい時計になってるから。ありがとうございます。いい時計ね、よかったね。恩着せがましい、恩着せがましい、おばさん。いいね、あなたね。ヴィンテージ時計つけてる日ってずっと腕のこと気にしてるんですよ。そう、ストレス、ストレス、うん、娘抱っこする時もあのドーム風貌の逆によくしますね、娘さんと接する時に。しょうがないから。ヴィンテージウォッチとかつけて保育園とか行くじゃないですか。引き続き、よろしくお願いします。気楽に水飲んでます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、 また続報をお楽しみください。